お星さま。またすんげえ光でよ、あれはな 1.21 ジゴワットはあったぞい。ほいでほいで、夢でも見てたんじゃないの源さん。おみっちゃんも聞いてくれよ。もう大声で喋ってるんだもん、聞きたくなくても聞こえるわよ。夢じゃないんなら雷でも落ちたんじゃないの。そうか、雷ね。なんだよてめえ、さっきまでうんうんうなずいてたくせに。いやだってあまりにもとっぴな話だからよ。雷でなけりゃ稲妻だとか同じだっつうの。いや今の話信憑性があるよ。実はこれとよく似た事件がエゲレスでも起きてるんだ。はあ、するってとヤオドンはそれがなんだかわかるってのかい。 UFO さ。やだ、またヤオドンの UFO 説、他は考えられないの？時に源さん、その城の周りの草はどうだったい？焦げ臭い匂いがして円形になぎ倒されていなかったかい？いや、そんなとこまでは見てねえだ。ダンもこれだから素人は困るんだよな。ダメだダメだ、お前はまだわしの好みがわからんのか。もっとハイセンスでピュアな女子を早う探さんかい。さあコナミちゃん、いい子が見つかるまで楽しいことしてましょうね。あだだけど、金さんってどんな仕事してるの？聞いて驚くなよ。実はおいらお奉行様なんだぜ。またそんなツッコミ用のないボケかましてよ。あらららららら。おい、みんなは信じてくれるよな。な？殿、この女子はいかがでしょう？おお、それじゃその女子じゃ。でかしたと手した。はい、おその女子を連れてまいれ。は、直ちに。ちょっと、これどういうことよ。ああ、おみちゃん、慌てちゃいけない、落ち着いて落ち着いて。彼はリトルノーズグレーという種類の地球外生命体によく似ている。おみちゃん、つまり君はコンタクトマンとして選ばれたんだよ。へえ、友よ、ようこそ地球へ。おかしなやつ。あ、ちょっとやだ、やめてよ。おい、みんな捕まる。おみっちゃんがいねえぞ。消えちまったな。なんでどうした？今いいとこなんだから、ちょっと待っててくんな。待っててくんな。そんな場合じゃねえんだってば。おみっちゃんがさらわれた。なんだって。詳しく話してみろい。俺たちのアイドルを救い出してほしいんで。バカ野郎、言われるまでもねえ。ゆうべできた城とやらに連れて行かれたに違えねえ。行くぜ、エビスマル。ついにワテの秘密兵器白鳥の舞が火を吹く時が来たか。吹くかだ。ここだな。おかしな作りの城だぜ。よし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 。五右衛門とやら、そんなに娘を助けたければ最上階まで来るがよい。ただしそのためには各階の次元の部屋を通り抜けなければならん。果たして無事ここまでたどり着けるかにゃ。にょにょにょ。次元ってなんだ？じーっとしてて、げんとした。もしかしたら、じーっとして、げーっとした。いやいや、意外とこんなやつかも。てやんでい、次元だかなんだか知らねえが、この五右衛門様がビビるとでも思ってんのかよ。おい、そこで何をしている？さっきのスクランブルが聞こえなかったのか？早く出撃したまえ。そうだ、私はジェームス・バートン対アイキビッグバイパーを買ってゴーファーの野望を叩きのめさなければ。中隊 A フォーメーションを取れ。第一波が来るぞ。アラーアラー。ダイビングビートルタイプ情報30度より多数接近中。よーしみんな、ここからが腕の見せ所だ。なんとしてもここを突破するぞ。どうぞ。よし、あらかた片付いたな。最終目標は月の向こう側だ。一気に行くぞ。あ、しまった、時空間攻撃か。前期シールド全開。ラジュ。くそ、ここまで来ていながら。ビスマル中尉はいるか。大尉の真下にいます。こうなったら我々だけでやるしかない。君は砲台を潰してくれ。私はビッグコアの中心部にキセルアタックをかける。ラジャ行くぞ、キセルアタック。おかしいな。キセルアタック、キセル。そうだ、俺はゴエモンだ。こらエビス丸、早くおみっちゃんを助けねえと。こうしちゃいられねえ。次はこの部屋か。そうだ、私の名はシモン・ベルモンド。ヘルシング教授と共にさらわれた花嫁を伯爵から取り戻さなければ。行くぞ鬼。来たぞ、もうすぐそこだ。あっ、よくここまでたどり着いたなシモン。だがクリスティーヌは絶対に渡さんぞ。クリスティーヌって誰だ。おいらが助けに来たのはおみっちゃん。そうだ、俺の名はゴエモンだ。なんだ貴様、何を言っておる。危ねえ危ねえ、また騙されるとこだったぜ。おいエビスマル、早いとここいつを倒して出口を探そうぜ。やってんでー。行くぜー。小賢しいわ。そんなこんなにあっさりと。さてと、なんでゴエモン様、私は今ようやく理想の殿方を見つけることができました。ほう、そりゃめでてえ。で、一体誰で。ゴエモン様、お慕い申しております。ちょっと待ちに。あなたの気持ちは分かっております。あなたは私を愛するがゆえ助けに参ったのでしょう。私を救ってくれたのがあなたのような方でよかった。やめろ、やめろ、よさねえか。お嬢さん、俺に惚れちゃいけねえ。俺には心に決めた人がいるんです。どうか悪く思わねえでください。ほんじゃわてがもろうたるわ。あのゴエモンとやらなかなか手強いやつだが、必ずや次の回で次元の部屋に閉じ込めてくれるわ。にょひょひょひょにょひょひょひょ。それにしても可愛いのを見つとやら。っと。よし、今度こそ自分を見失わねえぞ。遅かったじゃない。何やってたの？え、あれ、おいら誰だっけ？やだ、何言ってんのよツインビー。さあさあ、クインビーも早く乗って乗った。ほら急いで。もうずいぶん待ってたんだからね。あ、そうだ、後でなんかおごらしちゃおっかな。ねえ、聞いてんの？乗ったけど、これで何しようってんだ？もうどうしちゃったのツインビー。私たちはゲームのプレイヤーでしょ。明日こそハイスコア出すんだって昨日息巻いてたじゃない。分かった、私が嫌いなんだ。私とプレイするのが嫌でとぼけてるんだ。私がブスだからなのね。ちょっと待ちね。俺はそんなこと思ってもいねえよ。じゃあ始めましょう。おい、何を。ちょっと待ってくれー。目がくらう。さあ、関さんのお出ましよ。ツインビーは右をお願い。私は左をやるわ。クインビーは下をよろしくね。お、おに？よろしくったってよ。いつまでとぼけてるつもり？やられたって知らないわよ。ああ、またいったー、何すんねん。わりこいつ面白いや。やっとその気になったよね。さあガンガンいくわよ。やー、飛ばすぜ。よし、いい調子だぞ。ここまでコンティニューなしで来れれば本当にハイスコアが出るかもな。あー、シクショー、後ろからとは卑怯だぞ。おお、いいもんがあるぜ。ありがてえ。やってこうぜ。はあ、極楽。あれ、ウィンビーは？あの野郎、まさか。な。こら、グインビー、ちゃっかり女湯に入りやがって。さて、ここでとっておきの裏技をビデオで見てるみんなだけに紹介しようね。十字ボタンを左右、上下の順に押した後、牛乳を一気に飲んででんぐり返ってごらん。ウィンビーちゃんの裸が見れるわけないでしょ。そうだ、思い出したぞ。あんたのおかげだ。どうしていられねえ。今行くぜ、おみっちゃん。よくここまでたどり着いたな、ゴエモン。当たり前で、俺様を誰だと思ってるんで。助けてゴエモンさん、この醜い生き物が可愛い私を手ごめにしようとするのよ。醜いだけ。消した。いじゃん。もう人が悪いわね。こんなにかっこいいのを黙ってるなんて。では私のものになってくれるな。なるなる、すぐなっちゃう。五右衛門さん、私この人と結婚するわ。そんなおいら一体何のためにここまでやっとの思いで来たってんだよ。おっちゃん白くなってゆく。ハニーそりゃないよ、おみっちゃん。こうして二人はお江戸初の異性間結婚をすることと相なったのでありましょう。はあ、何が悲しくて式にまで出なきゃなんねんだ俺たち。おばちゃん、ジュース追加ね。さあ皆様、それではいよいよケーキ入刀です。絶好のシャッターチャンスを取り逃しのないようにお願いします。なんだこの化け物は。もうこんな人私知らない。帰る。いやほー。いかん。消した。びっくりしたな。そうしていればよいのよ。ますます素敵。さあ気を取り直してケーキを切りましょう。あれ。またまた登場のペドロだよ。さて今週の格言は骨折り損のくたびれ儲け。骨折り損の来たもんだ。花のお江戸で生きていなせなクニシャン。一度狙った獲物なら命をかけても物にするは。でもちょっと人よし情けにゃ弱い。「それそれどどんとひとつき」「この世は楽しい」「はーちょばっと出たもんだ」「花のお江戸で元でいらずの泥棒」「雨も嵐も吹き飛ばし」「夜空に花火を咲かせますは」「でもちょっと涙と女にゃ弱い」やっと来たもんだ」「花のお江戸で天下御免の大泥棒」「悪いやつらは許せねえ」「キラリと輝くこのキセル葉」「でもパッと華やかな」「そこがいいのよ夢と笑い」